皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。新庄剛志52と立浪和義55、看板選手だった2人は、2021年オフに揃ってプロ野球の監督に就任し、とかく比較されている。写真を見る、頭を抱えて口をすぼめ、もう無理だとでも言わんばかりの中日、立浪監督。スポーツ紙デスクが語る。 自由活発な日本ハム新庄監督と出実冒険な中日立浪監督一見すると対照的ですが意外と似ているとも以前新庄監督は立浪監督の印象を問われて野球に対する考え方は一緒言い方が違うだけと応じていました2年目までは仲良く最下位だったのに新庄監督の師故野村克也氏は 1>, 1年目には種をまき、2年目には水をやり、3年目には花を咲かせましょうと言った。就任1年目、2年目は仲良くリーグ最下位だった両者だが、3年目の今季は違う。相変わらず最下位争いしている中日に対し、日ハムは現在2位で、6年ぶりの CS 出場に向けて邁進しているのだ。この差は何が原因なのか。 一えに若手選手が育っているか否かですね。日ハムはこの3年で多くの選手が成長しましたが、中日は現役ドラフトで移籍してきた細川以外、これといった戦力アップは見られない、両監督ともに若手育成に心を砕いているが、立浪監督は選手を特っか引っかえ使っていて、なかなか育たない。いわば、その日暮らし、です。一方の新庄監督は、 中長期計画で粘り強く選手を育て、自らの野球をチームに根付かせようとしています。8月14日のロッテ戦、新庄監督は2社連続でスクイズのサインを出し、共に成功させた。選手がビビりそうな気さくだが、就任以来、連続バントなどのサインを出し続けているので、選手たちが、うちの監督ならやりそうという意識を共有している。その結果 にににも冷静に対応できるる。ようになっている今月4日のソフトバンク戦では9回に一挙6点を奪って逆転勝利試合後新庄監督はどうですかこの感動を与えるチームトムネを張った「週刊新潮2024年9月19日」を掲載どう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう